新人賞を取って小説家デビューして家族を養っていきたいと考えている中年男性です。人生かかってます。文章もそこそこ書けます。鈴木喜一郎小説家講座に入ると鍛えていただけるでしょうかということですが、お答えします。これ受講前の人だね。本当に人生がかかってるんだったら特に受講手続きを済ませてます。鈴木喜一郎小説講座は多分日本一敷居の低い小説講座ですので、で鈴木喜一郎小説講座に魔法はありません。書いたことのない人をデビューさせることはできますけど、行動を起こさない人をデビューすることは難しいので、ねえ、うちの講座に入ったからといって自動的にスラスラ書けるようになるわけではありません。うちの講座が できるのは書き上がった原稿を見て、あ、このぐらいの水準だから、そうするとこうやるとプロになれるよ、その程度のことしかできませんので、まずは行動を起こすということが一番大切ですということです。